おいおい、これが俺のバーベキュー。タブあるか。行きましょう。お願いします。どっちみんな。やるぜー、きたー、やりましょう。持ってきたじゃん。ミキさんやりましょう。やりましょう。もう肝臓がもう皮切ってっから、ビクンビクンしちゃうね。ビクンビクン、ドキドキしてるよ。じゃあキンキンで終えます。了解です。こっち、こっち、わかんねえ。オッケー、めてー、やりましょう。じゃあやりましょう。しゃー、いやたまんないね。この暑さで、これはいい。くぅ、汗だくですから。ダグンダグンですから ね、 ね、肝臓が乾きしきっちゅう。言えてない。なんて言ってんの。あ、よみちゃん、あたす。いやー、それでは本日みちゃんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。キャンパイ、キャンパイ、キャンパイ。よし、カンゾー、うまいわ。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。こっちだ、誰だ。もう帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。ガンガン飲んで、ガンガン料理して焼いていきましょう。焼いていきましょう。焼いていきましょう。お願いします。ほいキャンプイッ、つけていきますか。ブンタキーぽいて、俺たちのブンタキー。最近この炭、これめっちゃ初めて見た。めっちゃ調子、めっちゃ高いんです。ヤンゴツキ、ねるちゃん着火お願いしてもいいですか。あー、いただきます。ちょっとこちらから選んでもらって。おー、どれにしよう。ちょっと30分ぐらい悩む。悩みすぎ。いっぱいありますよ。みこしいいね。あ、みこし、みこしちゃんっぽいね。祭りですね。みこし祭りでね、祭り、ここにね、そうそう、祭りっていうテーマの、ね、逆から読むのがいいね。うん、お願いします。お願いします。マッチつけたことある？うん、ある。ある。小学校の時よく。反対よ、反対よ、反対よ。酔っ払ってる？いきます。はい。酔っ払ってる。あ、いいね、今の。いい。あ、来た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 。いいね。上手だね。上手だろ。職業何でしたっけ？YouTuber だ。え、マッチつけ師じゃない？マッチつけ師。マッチつけ師でもある。いやい
上手。OK。よし、宴をしていこう。行きましょう。始めようか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。腹減ったよ。とりあえず、とりあえず、はい、日もまだなんで、うん、瞬足おつまみだけ、はい、いきましょう。お願いします。つぶ貝とタコわさびと、うん、中華くらい。あ、もうそれだけで僕は朝まで行きます。じゃあそれでいい。ごめんなさい。このままだと味気ないんで、切れ味が盛り直しだけしていきましょう。これと盛り直すだけで全然違いますよね。ね、キャンプ感出るよね、うん、見た目って大事なんですよ、うん、で、やめハーバード大学の研究の、お、出たよ、学会系。外で食べると3割増しで美味しいっていう統計の結果が出てるらしい。出てる。ガチ。そうそうそう、ガチ。おう、そういう風に。ガチなんだ。感じる。ああ、なるほどね。シェラかっこいいしな。シェラかっこいいんだよ。かっこいいし、見たことある？これ、これ僕初めて見ましたね。初めて見た。かっこいいんだよ。一押しだから、俺の一押し。このシェラだけで飲める、うん、あ、じゃあいい、それ。ごめんなさい。今日は山本くんこのシェラ飲み。ビールだね。ビール、ビール、あります。ビール、あります。今日どれぐらい、どれぐらい用意していただけましたか？今日は7リットル。ありがとうございます。はい、この音だよね。おお。よっしゃ、これね、ビールなくなっちゃうぞ。乾杯。乾杯。うん、まっ。乾杯。すごい、いただきます。あ、うめ、うめ、楽しいですね。うん、7リッターこれで473入るのかな。うん、あとパイントは、うん、そう、まあ、約500だと考えて14杯ってことで、ガル3、1人当たり3杯ちょっと。4杯ないの。最高級。ああ、早いもん勝ち。本日最初のね、はい、今日バーベキューなんで、うん、まあね、バーベキューはやっぱり手軽さが重要だと思うんで、うん、はい、こちらマグロ、マグロの鎌でございます。手軽ですね。これ焼くだけなんで。焼くだけですね。鎌ってことはもうどんぐらいの大きさなんだろう。20キロぐらいのかな。これはどんぐらいだろうね。20キロぐらいかもね。こっちの、こっちに胴体があるの。こっちが頭、はい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 、こっちに胴体がある感じ。おで、ちょっとこう切ってるから、ここがヒレだからさ、胸びれ。あ、うんうんうん、このね、ここがあの大トロ部分、ね、うーん、カマトロってやつですね。プシャーですね、それは。ほぼいー、ほいー、カマトロに、カマトロに、カマトロ。いや、今日も飲みすぎちゃいますね。やばいですね。気をつけましょう。 これはシンプルに塩焼きなんで、うん、火が起こし次第、うん、あの焼いていく感じで、はい、いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。焼肉焼いたら何最初頼むの？え、一番最初に頼むやつ、これはとりあえずもらっていいですかっていうやつ。玉袋？違うやろ。俺は牛タン辛味とかかな。確かにね、うん、塩辛だよね。そうだね、塩辛タンでね、うん、牛タンって無限に食えるじゃん、うん、でも無限に食いたいけどさ、やっぱさ無限に食えないじゃん、うん、と思って本日は無限に食えるように一本用意しました。おい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 。これ要するにベロ。これベロだね。これ皮剥いてあるけどね。いや、違う違う違う、俺は剥けてねえよ。え、俺は剥けてねえよ。こっちは剥けてんだよ。ちょっとあのタン見し比べさせてもらっていいですかね。え、何見ちゃうの。うわーい、わー、牛タンってこんなでかいんだよ ね。そう、ほんともうちょっとね、先っちょがあるんだけど、うん、皮剥くときにやっぱどうしてもね、ペラペラになっちゃうから取っちゃうんだって。へー、ズームします。すごい。
こっちはね、おいおいおい、やめろやめろ、つさつさ、ここのこの差しを見てください、これ、うわすごいね、端元の方、これが端元ですね、はい、一番あの上端ってやつですね、これが上端ってやつですよ、これをちょっとあの切って、うん、食べてきて、なんかいろんな食べ方これならできるから、そうだね、厚切りも、うん、厚切りのあのなんかこう格子状に入れるのとかも、あのオーダーいただければ、うん、あのそれに、ありがとうございますすいません、ありがとうございます、みーちゃんおすすめでやっていきましょう、お願いします、あとはちょっと海鮮もろもろ買ってきたんで、うん、それをあの仕込んでいくという形でやっていきたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、何がお好みで、何、これあのちょっと厚切りのあのなんかちょっと格子にこう四五十入れるやつ、ちょっと一発食いたい、あそう確かにね、それも食べたいね、うん、じゃあ油があるところはちょっと厚切りにして、うん、この辺ぐらいからスライスにしていこう、あじゃあちょっと1センチぐらい入れて、うん、あら贅沢、この厚みで多分牛タン1人前以上あるからね、ああスライスにするね、うん、確かにね、うん、だってあれね5、6枚とかでも、ま、何百円もするもんね、うん、うわ贅沢、うわでこれがこれね、ちょっとねちょっとここをこだわりたいんだけど、うん、これねこことここで違うじゃない肉質が、うんうん、こう血管が入って筋が入ってるのよ、血管と筋なの、そうそうそう、でこのままスライスしちゃってもいいんだけど今日はちょっとあの食感を楽しみてほしいと思うんで、はい、ここはあえて取っちゃいます、へえ、ここだけでちょっとね食感が変わるんだよね、こうするともうあのタンのサクサクした食感が楽しめますから、うーんトリミングしていくと、そうですね、トリミングしてあるんだけどね、ここはね、多分やる人とやらない人でいると思う、で、これでじゃあちょっと噛みやすくしていきます、ね、あーら、あー気持ちよすぎかよ気持ちよすぎかよ、こんな感じで、甘さいちゃってますね、こんな感じで、うわで、後ろ側は、うん、こんなもんでいいんじゃないですかね、あーら、素敵、すげえ、またうん、手つきで飲めるよ、めっちゃ、ね、ありがとうございます、それだけ飲めちゃうね、飲めちゃうね、早いんよな、早い、これで厚切り牛タンですね、ありがとうございます、美味しそうですね、これはお肉をこういう風に、うん、なんさばくというかやることもあったんですか過去に、あ一応ねローストビーフをメインでやってた時もあったから、そこで肉はやってたね、はい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 、でも機械で切るからね肉は、うん、スライサーみたいなので、そうそうそう、こうやってめくっていくんだ、そう、これはね、そうするとここの重みで開いていく、なんていうの、なんていうの、これがね、3ミリ 0.2 ミリ、岡本ではない、岡本ではないすごい薄々ですね、薄々ですね、これはこれ牛タンだよね、うん、すげえ、やっぱタン元だいぶ差しが入ってますね、そう、タン元うまいよね、うん、これが上タン、そうだね、上タンだね、うん、牛タンね、いくらでも食いたいけどさ、いくらでも食えないじゃん、うん、もう一本買いするようになってから一本じゃなくて嫌だってなっちゃう一本買いすなこのお肉も一応高さを出して盛り付けをしていく感じなんですか、そうだね、見た目をやっぱ立体感を出していく、そうですね、すごいっすね、うわお、うまそう、ここからちょっと油の入り方が変わってきたね、へえ、確かにちょっと刺身の感じが変わってきましたね、うん、レモンですね、レモンだね、牛タンにはレモンですよ、じゃあ次はバーベキューといえばサザエさん、うわデン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 パフーデン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 、うん、おいしい、こいつを下処理をねしていきたいと思います、結構俺らはねそのままやっちゃうもんね、焼くよね、どうしようもんすか、そうサザエはね大体このまま焼いちゃうんだけど、うん、ジャリるじゃんサザエ、うん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 、だからそのジャリジャリするところを取るっていう作業をこれからするって感じね、ほうほうほう、このここにね貝柱がついてるんですよ、そこにあるんだ、そうここのね巻いてるところに、うんうんうん、これを、まあ、ナイフでも
くんだけど、こうやってやるとこうやって取れるんですね。へえ。ほら、ほら。いらないんだ後ろの部分は。でここは指を突っ込んで、はい、貝柱を剥がしてあげると。すごい音してるじゃん。こうやるとトゥルントゥルン。おお。これがサザエ。気持ちよすぎかよ。これがサザエ全容なんだけど。ジャイジャイするところって、うん、ここはそう、ここは貝柱の延長なんだけど、ここはね、はい、全然美味しく食べれるんですよ、うんうんうん、はいはいはい。ここはちょっと割れたしてる部分があるんですね。そうなんですよ。砂袋っていうのがあって、うーん、そこをねしっかり取ってあげることで、うん、サザエが美味しく食べれると、うん、このコンパなわけですよ。へー。この渦巻きがあるんですよ、はい、この渦巻き、うんうんうん、こっから身側うん、は砂袋でジャイジャイするから、ここは取っちゃう。そうなんだ。大胆に。ここはもう美味しく食べれる部分、肝部分。ここだけ取ってくるよね、はいはい。これはもう食べない。なるほど。そう。結構な量食べない、ね。そうだね。これがね、口に入ると結構ジャイジャイするんですよ。はいはい、この蓋、はい、取って。そして。うわ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 。もう一個ジャイジャイポイントがあって。うん、ちょっと分かりづらいけど、ここに口があるんだよね。この口を V の字に取ってあげると、あ、この赤いの、これ、はい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 、これ歯があるからね、あのジャイジャイするんですよ。へー。これをきれいに取ってあげることで、うん、もうね、ストレスなしにサザエの旨味だけが食べれる。またさらに言うと、うん、これぬめりがあるから、うん、これがあの臭みになるから、うん、これを洗う、取ってくる。塩でこうガーッとこすって、塩もみ、そうそうそう。これちょっと全部これからやってくるんで、じゃあちょっとこのサザエちゃんが、うん、今ぬめりがあるんで、はい、塩で、うん、サザエを塩で揉むと、揉む、ぬめりを、あら、あら、結構塩入れるんですね。洗う用だからね。あ、なるほどなるほど。そう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 。これはまだ生きてるってことですか。生きてる生きてる。サザエはね、やっぱ生きてないとダメですよ。あ、あとはもうずっと揉んでいくと、うん、こうぬめりが出て、そう、取れていくから。こういう感じで。さっきから、なんか、卑猥な音やめてもらっていいですか。想像力が豊かすぎるだろ。ここがね、あの、結局、足ってことだもんね。そう、磯をさ、ここで張ってるから、うん、どうしても汚れがつくんだよね、はいはい、そこで張ってさっきのくちばしで、そう、あの海藻とかを食べてるから、あ、その汚れたちを取ってあげると、あのサザエ本来の味が味わえると、うんうん、味だけに、うん、あの塩味は入んないから。入らないんだ。入らない、ほぼ入らない。硬いから、新鮮だから。そう、そんなにね、こうやっぱほら、ここが自体がもう海に浸かってるじゃない、うんうんうん、だからそんなこう塩が入るっていうあれになんない。浸透圧強い強いおじさん。そう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 。え、もけて浸透圧強い強いおじさんってことですか。うっせえな。飲んでもらいましょう。かっぱいい、かっぱいい。じゃあちょっとあのサザエのつぼ焼きに、うん、このわかめをね詰めていきます、はい、サザエがね下に行き過ぎちゃって取れなくなっちゃうから。はいはいはい。立派なワカメですね。ねえ、これ立派だよね。ワカメは旬とかは？旬あるよ。あるんだ。うん、生ワカメが出る時期っていうのがあって。うん。またその生ワカメが美味しいんだよね。しゃぶしゃぶしちゃったりして。そう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 。じゃあここにワカメを詰めていくと。なるほど。そうすると傘を。サザエがね沈まないんですよ。しかもこのワカメがめちゃくちゃうまくなる。だしかなんか。そうそうそう。なるほどなるほど。相性がめちゃくちゃいいんだよね。ワカメとサザエって。まずワカメ多分餌になってるからね、サザエの。なるほどね。そう、つながりがあるから美味しいんだよね。ここに肝を入れていく。ヤマト君さっき食べたからいらね。食べさせてください。いらないかもしれない。ね、食べさせてください。サザエを、うん、切っていく。これはどこも
ジャリジャリとかしてしないね、もう、うん、ジャリジャリも取ったし、ぬめりも取って、うん、全て美味しい状態になってます、うん、こうしたらね、そのまんま焼くより5倍美味しくなる。おー、言うね言うね。まあ、そうもでしょうね。そうもでしょう。これは美味しいぞ。入れる順番とかもあるんですか？入れる順番はね、そんなに気にしなくていいかもしれない。うん。うん。そう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 。まあ、肝の旨味をつけたいんだったら、肝を下に入れるとか。うんうんうん。これはね、でも普通にやるよりも、大変かもしんないけど、一手間かけた方が、バーベキューの満足度が多分全然違うと思う。5億倍うまい。5億倍うまい。一本満足。一本満足。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれでサザエの準備は完了でございます。ありがとうございます。次はこちら。うわお。清盛？清盛？タイラーの清盛でございます。これはあのちょっとねお刺身で。ああ。へえ。タイラー貝のお刺身。こんなにいっぱいあったりお腹いっぱいになっちゃうみっちゃん。そうでしょう。タイラー貝ってね貝柱しか食べないんですよ。へえ。まああの肝ももちろん食べる人もいるんだけど、うん、俺は俺板前の時はもうあれだったね、もう貝柱しか食べなかったね。へえ、パッカンできるのこれ。オープン。オープン。おお、生きてますね。え、貝柱はどこなんですか？これ白いところ。あ、そんなに食べられない部分があるんだ。食べれる？肝は食べれるっちゃ食べれるんだけど、うん、結構硬いっていうふうに俺は気するんだよね。これはね、見た目はホタテみたいだけど、うん、食感がね、サクサクするんですよ。サクサク？サクサクする貝。あ、でかっ。すごっ。美味しいね、このタイラギが。タイラギ？そう、タイラギとかタイラ貝っていうね。そんなに綺麗に取れちゃうんだ。そう、こんな感じで。これが貝柱。それとりあえず山本くん の, あの枕の中に入れて。やめろやめろ。で貝柱。くっすー。みっちゃんの寝袋の中に入れて。はい、じゃあこれ洗って水気を取ったんだけど、うん、この 色が違うとかあるでしょ、うんうん、ここも硬いからここも取っちゃう。おろ。筋になってるんですね。そんな感じだね。結構大胆に取るんだ。そう。こう硬いのよ。へー。これでもう食べる状態だから、これを。この包丁が一回で入んねえんだよ。だって切れる包丁が。あ、そう。逆に？そう。ここまでしか一回で入んねえから。硬いってこと？そう、あの。しっかりしてるから繊維が。この包丁は間違いなく切れるからさ。切れ味の問題とかじゃなくて、そうそう、こいつがもう繊維バッチリしてるから。そう。これですよ。うわー、小判じゃん。うわこれはうめえぞ。海がいい感じですよ。いいね。それではついにやってきました。まずはこちらから行きましょう。やったー。ここにこの枝の塩をつけていきたいと思います。水ですね。水ですね。枝の塩ね、多分俺史上一番美味しい。嬉しい。塩のみで、牛脂のみでね、行きましょうよ。では牛タンを焼いていきたいと思います。はい、お願いします。厚切りは時間がかかるから、うん、トゥービーの方で揚げとく、揚げとく、揚げとく、揚げれるよ、揚げれるよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。それでは、返していきたいと思います。はい、よいしょ。美味しそうだね、これ。いいですね。炭火のこの遠赤外線でね、焼いていく。じゃあ、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 いいですか。よもとし。頭す。できた。いってください。いやー、塩牛タン。塩だけでいくんだね。塩だけでいっちゃってください。ありがとうございます。手差し塩。手差し塩。手差し塩牛タン。じゃあ、山本君から。いいですか。お先にいただきます。お願いします。すみません、すみません。うまい。うまい。うまい。
じゃあ自分もちょっと失礼させていただきます。ぜひぜひ。あ、塩レモンだけでもこんなに。よいしょ。うん。おお、いってるいってるいってる、出てる出てる、出てる、出てる、出てるね、出たね、久々に見たね、久々に見たね、柔らかいね、美味しい、こんだけ差し上げて肉の香りも最高だね、出た出た出た、やろうと思ってたのに、だらねえやつ、やんの焦ったわ、いただきます。出たおい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 、ここはなんだ、おい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 、ユートピアですかね、ユートピアか、ユートピアですかね、ふわぁ、ありがとうございます、あいいね、うわ、じゃあ本当にいつもありがとうございます。とんでもございません。最初のビールと同じ味がする。うますぎる。生ですね、これぞ。やっぱバーベキューいいですね。バーベキューいいね。いただきます。が食べれるってうまいよね。いいですか。食べてください。食べてください。いただきます。あ、ちちちちち。いただきます。いただきます。どんどん入れていっちゃう。ベンチ切れた。大人の簡単。出ました。あ、ちょっと。仲間に入れたよ。いいだよ。噛むほどに溢れ出てくるこのパンの旨味を。厚切りジェイソンがやばいんですよ。すごいね。この感じ。牛ですよねこれ。牛ですよ。一口で食べちゃうもんなの？いや、じっくってくる。多分ね、噛みちぎれるように包丁してあるから、噛みちぎれるはず。一口ずつでもいい。じゃあ三分の一とか半分とか。そう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 。好みで。おい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 。牛タンだけで朝までいけんじゃん。バーベキュー。バーベキューです。バーベキュー。大丈夫です。これバーベキューです。これが蜜流バーベキュー。これが俺のバーベキュー。飛天蜜流、流。これが俺のバーベキュー。ここエコー聞かせてくれるからね。ユーチューバーだよ。最近ユーチューバーで聞かなくなってきたね。あんまりやんないもんね最近。そう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 。いや、てかほら、登録者もさ、前は3000人とかさ、1万人以下だったからさ。ユーチューバーだよ、面白かったけど、もう4万人になると、まあ、それなりになるってきたじゃん。ユーチューバーになってきた。だから何みたいな。じゃあ、厚切り行っちゃってください。これはみっちゃんも一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行こうよ。行くときは一緒にする、うん、うわ、これちょっと俺があのお願いした厚切りの厚切りあの端元のね、一番いいところで、いただきます。絶対うまいでしょ、これ。いただきます。やった。おお、これはやばいね。やばい。飲み込みたくないもん。飲み込みたくない。うん、まっ。これはやばいね。柔らかい。柔らかい。すいません、ちょっとお先失礼します。うわ、うまそうだな。うんまっ。うまい。これやばいね。じゃあ前菜が終わったので次々進めていきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちら、まずは玉手箱を置いておいて、おいおいおい、大人の玉手箱、大人の玉手箱で、手前にちょっと時間かかる釜を置いておきましょう。おいおいおい、何キャマですか兄貴？これはマグロの釜でございます。マグロ来ました。釜トロってやつですね。で、これ二つは時間かかるんで、その間にちょっとこのサザエさんを、ちょっと入れていきましょうよ。じゃあシャーシャーシャーしちゃった。ここにちょっとお酒を、あら、え、
飲ませちゃう。飲ませちゃいます。じゃあこれで焼き上がるの待つ間に、はいはい、間に間にこちら平貝のお刺身食べていきましょうか。じゃあ平貝ちゃん誰から行く。ああ、じゃあみっちゃんから行く。みっちゃん行っちゃって。いや俺はほら作り手だから先に。じゃあ行っちゃっていいですか。いただきます。うわ、ブルルブ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 ルしてる。ブルルルいただきます。うん、あんま美味しいのよ。あんま美味しいのよ。いただきます。うん、食感最高。いただきます。です。サクサクでしょ。うん、サクサク初めての食感。そうですね、貝類には珍しい食感で。いただきます。うん、めっちゃ甘い。これだよね。結構平貝は好きなの。大好き。でも結構高いからさ、平貝って、うん、ここしか使えないじゃん。はいはいはい。あんなに大きいのにね。うめえ、マジでうまい。うん。うん、うら。料理冷めた。いただいていいっすかね。いやあ、行きましょう。行こう。とことん。とことん行こう。いただきます。ネチですね。ネチチですね。見てますね。見てますね。光ってるな。光らしてるそうだよ。覇気使ってからすごい。ああ、良きですね。どんぐらいで火が通るもんなんですか。これは結構ね、これは時間かかると思う。弱火でじっくり、うん、アルミホイル巻いてやった方がいいかなと思ったけど大丈夫そうな感じ、うん、やっぱ炭火の、うん、遠赤でハモりましたね。遠赤ハモるすごいね。やりましょう。じゃあ本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。です。乾杯。乾杯。ビールがずっと美味しいんだよね。ね。いいね。ずっと美味しいね。ずっと美味いんだよ。これが生ですね。今ですか、チャンスは。チャンスは今だよ。すごい、これより最高なサザエがあんのかよ。の会話案件ですね、これは。サザエさんいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。これもうみんな一緒にいけるから。シラちゃんに。あ、シラちゃんに。シラちゃんに、はいはい、あーよいしょ。無駄がないもん。えっ、いただきます。よしよし。大ぶりなサザエさんですね、これ。そうだね。よしよし。あ、まだグツグツ言ってた、この中で。え、おおいおいおい、わかめの香りがやばいよね。じゃあ、食べていきましょう。乾杯。乾杯。サザキャン。じゃあ、みーちゃんから、じゃあちょっと。いいっすか。うん、おや。いや、自分で作ったからさ、そんなさ、うん、美味しいとかあんまないじゃん、ぶっちゃけ。です。です。うまっ。早いな。早いな。震えねえんだ。いやいや、いや一口目で食う磯の香りまた。じゃあいただきます。一緒に行きますか。うん、みっちゃんそんなこと言ってないけどね。多分大げさだよ、ね、大げさだよ。じゃあいただきます。うんまっ。いや仲良しかも。磯の香りが、うん、するけど全然臭みがなくて美味しいですね。あ、肝出てきました。あ、肝出てきた。早いね。あ、うまっ。わ、うまいわ。あ、閉じた。うまっ。乾杯。イエス。あ、わかめの香りがさ、
サザエにごついて、ね、それがやばいよね。程よく醤油の味が。そうそうそう、ね、マジでうまい。磯が香るんだよな。この一手間で5億倍うまいっすね、うん、サザエはね、本当にこう手間かける価値があるんですよ、うん、早くワカメほじくりたいもん。わかる。すいません、ほじくっちゃいました。いっちゃってください。とろっとろ。ワカメが美味しいんだよね。あんなにぎゅうぎゅうに詰めたのに、うん、ね、確かにいい感じだもん、うん、うわ、ダークマーター出てきた。ダークマーター出てきた。ダークマーター出てきた。うわ、着物。お、来た来た。そ、俺もね、さっき肝でもう乾杯だった。ビールにまた合うんだよね、肝が。じゃあ俺も肝いただいていっちゃうんですか。うん、酔っ払ってんじゃん。じゃあ俺はちょっとあの肝とワカメを一緒にいただいてよろしいですかね。山本君、録画ボタン止めて。いや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 、お前です。いきます。ありがとうございます。うまいのよ。肝マジうまいな。うまいし、肝わかめ、うん、わかめとね、サザエがね、ちゃんと相乗してくるんですよ。ちゃんと切ってあるから、ずっとなんかちょっとずつ楽しめるのがいいね、うん、食べやすいよね、こっちの方がね。おい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 、ね、うちですよね。今日そう、うちだよ、庭だよ。わかめうめえ。わかめめちゃくちゃうまいね、うん、ナイスバーベ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 。というテンションが上がってるところで、はい、カイト来たら例の玉手箱を開けていきましょうか。お願いします。やべえ。それでは謎の玉手箱を開けていきたいと思います。よろしくお願いします。外のダッチオーブンで、ダッチオーブンで3、2、よいしょー。おー、あちゃちゃ。うわー、くせー。カンカン焼きです。カンカン焼き、ありがとうございます。はね、この食べ方が一番美味しい。カキ日本一好きだから。いや、本当に俺が一番好きだ。いやいや、違うでしょ、俺が一番好きでしょ。あ、本当に、うん、やろう、あの戦おう。これはカキ入れただけなんですか。そう、カキ、カキ入れて酒で、あの蒸し焼きにしてるから。カンカン焼きってなんでカンカン焼きって言うんですか。本当はね、これあの、カンカンで焼くやるの。あ、せんべいとかも。はい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 、楽しみですね。食べていきましょう。うわ、いいのぞ。うわし、いいですか。開けちゃってください。あちゃちゃ、あちゃちゃちゃ、うまそう。ブリブリ、吸えよ吸えよ。これいっちゃっていいですか。ブリブリじゃないですか。これをもう味付けなしで。あ、ポン酢をね、ちょっと垂らした方が美味しい。あ、ポン酢、うん、うちの妻が買ってきて美味しいポン酢があるんで。ポン酢がね、伊豆ポンがあるから。うわー、ノートのポン酢、ノートのポン酢でいきましょう。え、いいんですか、僕こんな、ちょっとこれだし、こんな、これより最高な人生があるのかよ。じゃあ俺もちょっと一緒に行っていいですか。はい、行きましょう。ノートポン酢かけて、ノートのポン酢で。プリプリなのよ。プリプリなのよ。パンパンだね。もうね、ね、プリプリなのよ。海のミルク、いただきます。そんなことある？せい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 、そんなことある？あるんですね。目開かないもん。うん。ああ、うまい。うめえ。汁がまたうまいから。ちょっと建築もこれ行ってみてくださいよ。美味しい、美味しい。マジか。汁ごといっちゃった方がいいじゃん。シュッつって。あら。やけどしない？大丈夫大丈夫。見たいよみんな。熱いの。一気に行きましょう、一気に行きましょう。
あ、そう。ねえ。とろけるね。ねえ。うまいよよ。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて食べたカンカン焼き。本当。めちゃくちゃうまいでしょ。うまい。変な話、あの生牡蠣よりうまいよね。うまい。うん。凝縮されて、凝縮されて。そしたら釜も出来上がってきたんで。おい。食べていきましょうか。お願いします。醤油マグロですよね。マグロの釜。くー、おー、うまそう。はい、はい、香り、香りが、香り、このここの辺がね、あの釜とろってところだから、ティア、ほらティアモですね。ブルって取れるから。くわ、セニョリータティアモ、セニョリータティアモですね。これはちちくり合ってくれましょう。ちちくり合っちゃいます。ちちくり合っちゃいましょうよ。どうぞ。めちゃからじゃあ、いただきます。いいですか。じゃあ、いただきます。おい、おい、いただきます。ちちくっていいですか。おお、肉だね。ここに来てこの魚、焼き魚がめちゃくちゃいい。いい。いただきます。うん、まぁ。はっ、うめぇ。うまいね。うめぇ。ほら、いっぱいいっぱい取れた。おぉ、いっぱい取れた。ほら、いっぱい取れた。いっぱい取れたよ、みんな。しゃぁ。いっちゃう？いっちゃいますか。いっちゃう？うわぁ。しゃぁ。いいですね。はい、どうぞ。お願いします。おい、まずいぞ。フィナーレ。あーああ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 あ。そうだろう。すいません。わ、一つのタジオ足りなかった。これはプライベートビール出しました。この前ちょっとキャンパイヘイジーとお酒マイペ買ったんだよね。じゃあこれグッとやってやりましょう。やりましょうか。やりましょう。ビールなくなっちゃいましたけど。なくなっちゃったね。こっから二次会行きましょう。行きましょう。いっちゃん、本日ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ。最初のビールの味がする、ね、まだ言ってる、あ、まだ言ってるね。ずっと言う。帰ってきた。帰ってきた。2回目だ。ただいまだよ、うん、最高です。うわ、かぶりついちゃっていい。うわ、置いちゃってください。かぶりついちゃって。これはもうケンタッキーフランクフルトです。ケンタッキーフランクフルト。フランクフルトも何でしょ。うん、ケンタッキーはうまい。うまいよね。フランクフルトに。ケンタッキーフランクフルトに。